どうも、しゅんです。こんにちは。一号目社員のバラマツです。インターン生のすずです。はい、ということでですね、今回は、告知動画と報告動画なんですけども、普段見てくださってる大学生、就活生の方と、最近内定を取った方であったり、就活を終えた22卒、3卒の方に向けた動画になっています。で、就活を終えた方に関しては、後半から見ていただけるとすごく嬉しいなと思ってます。ちょうど1年前ぐらいから、旬ダイアリー YouTube に付随する、旬ダイアリー .com という、ウェブサービスを僕らの株式会社ダイアリーでリリースしたんですよね。ざっくり、概要を説明すると、まあ、受かった人の面接の振る舞いであったりとか、何を聞かれたかっていうのが動画でわかるっていうサービスなんですよね。で、動画を見てると、まあ、ポイントがもらえて、そのポイントが、まあ、Amazon ギフト券とかに変えられて、自分の、行きたい企業の先輩の振る舞いであったりとか、受かり方みたいなのがわかるっていうサービスをやっています。で、そのサービスをちょうど今年から、本格的に伸ばそうっていうふうに思っていまして、動画の続きはこちらとか、あとはなんか、たまに動画のエンディングとかで宣伝したりもしてたんですけど、ちゃんと説明したことがなかったので、この動画で簡単に、説明できたらなと思っています。ざっくり背景としましては、ちょっと1年半前ぐらいに、アメリカで世界一の就活 YouTuber のキャリアビズさんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方がやってるサービスのパスマイインタビュー .com っていうサービスが、僕、自分が就活してた時に見て、要はまあ受かった人の面接が、まあ、テキストで何聞かれたかってわかるっていうサービスなんですけど、これ日本にもあったらいいなって自分が就活してた時に思ったのがきっかけで作ったサービスになっています。キャリアビズさん の, パスマイインタビュー .com というサービスは、1面接500円とか700円とかで Google の面接が見れたりとか、Amazon のマーケティングの職種では何聞かれたかとかが分かって、受かった人どういう感じで書いたかっていうのが分かるサービスなんですけど、今僕らは特にその旬ダイアリー .com 単体では直近すごいマネタイズしようとかダイレクトにお金をもらおうというよりは、シンプルに会員登録したら誰でも見れるっていう形になっているので、就活生の皆さんはぜひ使っていただきたいなと思っています。それにあたって僕らの会社で今キャスティングをして、特に顔出しなしで22卒3卒4卒の方に出ていただいてるんですけど、なかなかね動画入れていいよっていう人が少ないんですよね。僕らも顔出しなしだったらキャスティング結構すぐいけるだろう、2000社ぐらい貯まるだろうと思ってたんですけど、やっぱなかなかうまくいかずキャスティングが非常に難航しています。で、今旬ダイアリーチャンネルを見ていて、ちょうど4月になって内定出たとか、まあ、去年も就活してて、まあ、たまに見てくれてるっていう方は、22、3、4卒の方であれば、もうどなたでもいいので、顔出ししなくても大丈夫なので、出ていただきたいなと思ってます。なんか私とか旬とか、はい、おじさんとおばさんなので、はい、その世代の友達が純粋にいないっていうのあるよね。あ、声かけたけど断られるとかじゃなくて。なので、若い力が必要です。いや、確かにね、おじさんとおばさんじゃないですけど、うん、逆にね、そう、僕らのインターン生とか、あとは出演、過去出演してくださった方とかの友達とかは結構当たりきった感はありますね。いや、まあ、全然全然、あ、まだ全然連携全然ないですね。ちなみに合格者の定義が内定した方だけではなくて、一時は通過したよっていう方とか、最終面接まで行ったよっていう方でも、その証拠となる通知メールが来ていたら大丈夫なので、ぜひ応募お願いします。お願いします。お願いします。なんか私の面接なんか参考にならないんじゃないかなって思っちゃう人もいると思うんですけど、そんなに面接が上手じゃなくて自信がない人もいると思うんですけれども、通常でも受かってるよっていうリアルを伝えたいので、ガクチカ強くなかったり話し方全然上手じゃなくても、ぜひ応募してくれたら嬉しいです。じゃあ、旬ダイアリーチャンネルでは、就職活動っていうことをテーマに YouTube チャンネルを、まあ、運営はしてるんですけど、僕らが考える就職活動って、まあ、企業に内定することとかがゴールなのではなくて、自分のやりたいことであったりとか、こういう将来像になりたいみたいなのを見つける行為がすごく大事だと思ってて、自分のことを知って、いろんな選択肢がある、いろんな企業があるってことを知って、その時受かる方法を知るっていう、この3つが大事だなと思ってて、旬ダイアリー .com では、この受かる方法を知るであったり、面接の、まあ、テクニック的なところであったり、リアルを見れるっていうところを提供できたらなと思っています。で、旬ダイアリーチャンネルでは内定を取るだけではなくて、自分自身がどういうことが好きなのかであったりとか、いろんな先輩の方、素敵な先輩の方であったり、同世代の生き方とかキャリアっていうところをテーマに、面白いコンテンツを発信して、自分もなんかやってみようかなって思ってもらえるような、コンテンツ作りであったり、事業作りをやっていこうと思っています。なので皆さんのちょっとお力添えをすごくいただけたら、我々も内定喜びます。で、本当に多少なんですけど、出ていただいた方に対してのお礼といいますか、Amazon ギフト券もお渡ししているので、ぜひ、出演いただけたらなと思っています。
はい、ということで就活生の方はぜひ使っていただきたいなっていうのと、内定した方はぜひ後輩へのちょっとある種の大送りだと思ってぜひ出演いただけたらなと思っています。ということで明日から普通に就活生にとって有益であったりとかいいコンテンツを出せるように頑張っていこうと思ってます。ということで本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。